ペンタックスペンタックスのカメラ製品一覧ペンタックスのギニエン一眼レフカメラ製品一覧 35mm 半アサヒペンタックス SP ペンタックスのギニエン一眼レフカメラ製品一覧 35mm 半とはペンタックスが発売したねじ込み式マウントの一眼レフカメラのシリーズ製品一覧記事である IA 型本項目においてはアサヒペンタックスシリーズとは 極光学工業より発売されたアサヒペンタックスよりアサヒペンタックススプリーまでの一連のプラクチカスクリューマウント採用機種のことを指すものとする。一連のアサヒペンタックスシリーズ機が世界中に普及したことから PS マウントのことをペンタックススクリューマウントと呼ばれるほどにまでなった。PS マウントアサヒフレックスからの大きな変更点はペンタプリズムを搭載したことと PS マウントへの 変更である。ペンタプリズムを搭載したことにより、アイレベルでの撮影が可能になった。このことで、世界的な大ヒット商品となり、多くのカメラメーカーが一眼レフカメラの開発に転換し、このことから市場で、日本製ペンタプリズム搭載型一眼レフカメラが、欧米製レンジファインダーカメラに変わる、標準機となっていった。まさに現在のレンズ交換式一眼レフカメラの、 ひな型といえるカメラとなり、デジタル化した現在においてもその構図は変わっていない。また、マウント口径が 37mm から 42mm に拡大されたことで、レンズの光学設計の自由度が大幅に向上し、超広角から超望遠、その他の特殊撮影用までの充実したレンズ製品を揃えることができ、システムカメラと呼ばれるまでになった。 レンズのブランド名は引き続き、タクマー名を採用したものの、このアサヒペンタックスシリーズのヒットと共に、世界のタクマーレンズとまでなったのである。元来、アサヒペンタックスとは一カメラの製品名であったが、後継機種が発売され、シリーズ化され、後の機種はすべて、アサヒペンタックスと命名されたことにより、実質上シリーズ名となった。後に、ブランド名となり、 一眼レフカメラだけに限らず全ての製品名に冠されるようになった。2002年にはついに社名となる。アサヒペンタックス系シリーズとは、初代機、アサヒペンタックスのボディをベースに派生した、アサヒペンタックス S にスーパーまでの機種を指すものとする。アサヒペンタックス SP 以前の機種は、ボディ内蔵式である TTL 露出系が搭載された機種はなく、全て電気供給なしで動く。 完全な機械式カメラであるため、現在においても清掃、調整によって完全稼働する機体が多い。またペンタックスのカメラの構造は、当時の他社製品と比較しても、非常に分解、組み立てがしやすいため、相応の技術を習得しているものならば自前である、程度の調整、修理ができる。そのため現在においても愛用している、愛好家がいる。 S2S3SV ここで言う、スポットマチック系シリーズとは、1960年の、ホトキナ62て出品され、世界初の 35mm 半一眼レフカメラに TTL 露出系による、速攻機能を搭載し、話題を呼んだ試作機、スポットマチックの製品版である、アサヒペンタックス SP をベースとする、後期型アサヒペンタックスシリーズ機とする。まず、 高級一眼レフカメラを開発するといった意図のもとに開発が始まった。筐体を新設計し各部の機械構造の耐久性を全面的に強化しつつ、従来までの機種とのサイズは変えないというのが大まかな構想だったという。そのため、従来のボディのマウントエプロン部を板金プレス加工から一体成型のアルミダイカストに変更、ボディの合成仕上げ加工の精度が、 大幅に向上された。各部デザインも非常に気を使われ、使い勝手と高級感を両立させるべくデザインされた。また低温に弱いフォーカルプレーンシャッターの耐久性の強化にも重点が置かれ、開発段階では、下膜などの金属膜の採用も検討された。最終的には、ゴム膜で実用レベルに達したものの、この時の研究成果が、後の、 アサヒペンタックス67、ペンタックス LX で活かされることとなる。また平行開発されていた内密式露出系の構想と統合され、1959年に TTL 露出系内蔵式カメラとしての仕様が固まった。当初は製品版とは異なり、ボタン操作によってスポット速攻用の CDS 露出系が取り付けられているアームが繰り出す仕組みであったが、 ファインダー視野に異物が見える方式が使用に当たった写真家の不評を買ったため断念することになり現在の多くの一眼レフカメラで採用されているファインダー周囲に露出計を配置する方針に転換するそして当時の CDS の性能の問題もあって精度を重視した結果スポット速攻式から平均速攻式に使用が変更された 絞り込み速攻の採用も当時の技術では精度的に信頼性が高かったためである。すでにアサヒペンタックス S3 にて完全自動絞りを実現していたことから実際に1966年のフォトキナにて内径 44.5mm のバイオネットマウントを実装して開放速攻絞り優先 a e 一眼レフカメラペンタックスメタリカが試作。 発表されているなど、現場からは将来的な機能拡張を考慮して、バイオネット式マウントへの変更案が出されていた。同時に発表された、ペンタックス6.7のプロトタイプにあたるペンタックス220は、当初よりバイオネットマウントを採用しており、いずれペンタックスがバイオネットマウントに移行するであろうことは1960年代中頃には、すでにカメラ雑誌上で取り沙汰されているが、 この時点では、システムの総入れ替えのリスクを回避するため保留された。ところが、アサヒペンタックス SP が TTL 速攻などの数々の新機構を取り込みながらもボディサイズは従来と変わらない、小型軽量を実現して予想外のロングセラーとなり、そのバリエーション機は累計350万台生産され、マウント変更の機を一致してしまう。しかし研究開発は続けられ、67、7 後の K マウントにて結実することとなる。この互角車の一眼レフカメラにも続々と TTL 速攻が採用され、徐々に AE 化とレンズとボディの高度な連動性への要求が高まってきたものの極光学工業は互換性を重視しついに PS マウントのままでアサヒペンタックス ES によって電子シャッターの採用による AE 化を実現した。 この PS マウントシリーズ機種は ES の後継機であるアサヒペンタックス ES2 を持って完成を見るが残されたいくつかの課題は次世代のバイオネット式系マウント機種に託されることとなった。解放速攻が主流になった後も絞り込み速攻式のアサヒペンタックス SP2 がアサヒペンタックス SP の復刻として製品化された。 SPSLESES2SP2 当時の東ドイツの国営企業であるカメラウェルク指定店グーテトルシュによって1948年に製造されたプラクチフレックスにより採用されたねじ込み式マウントである。なお、プラクチカシリーズ機も後にバイオネット化したため、ここでは区別するために PS マウントと称している。詳細はレンズマウントの記事を参照のこと。 ABC アサヒペンタックスの名はマウント変更後もアサヒペンタックス ME まで使用されており、またペンタックスから P マウント機を統括した公式なシリーズ名はアナウンスされていない。このためあくまでも本項目における分類上の歌唱として用いる。名称は試作機に搭載されていたスポット速攻機能を意味するスパトマティックをその印象の強さゆえにそのまま、 継承している。名称は、軍幹部にも表記されている愛称の、エレクトロスポットマチックに由来するとする説と、電子シャッターを意味する、エレクトロニックシャッターに由来するとする説がある。このレンズ群に関する詳細は、ペンタックスの写真レンズ製品一覧を参照のこと。SMC に関する詳細は、ペンタックスの写真レンズ製品一覧を参照のこと。名称にある回は、 解放絞りを意味する、フレアバーチャーに由来する。ありがとうございます。